こんにちは、ホタルグサです。今日は貝殻を作っていこうと思います。リップアートですね。こんな感じに出来上がります。はい、ではまず、28番の白地のワイヤーを、まあ何でもいいんですけれども、今回は目打ちのね、根元のところですね、ここにくるくると巻いていきます。こうすることで、まあコイルみたいになってるんですが、これを伸ばすとね、いい感じにこのフリルが入りますね。そうしましたら、これを3センチのゲージパイプにゆるく巻きつけます。あ、言い忘れてました。2本でね、取ってますね。ワイヤー1本ではなく2本で作ってます。そうするとね、少し立体感が出ますね。で、そのうちの、ワイヤー1本をまず取り出してですね、で、このあたり端から2回くらいかな、くるくると巻いてブリッジをかけていきます。貝殻なのでね、少しこう立体的に反り返るような形を作って剥げて、で、余分なワイヤーはね、まず1本ここで切ってしまいます。残りワイヤー3本ですね。で、また1本下から持ってきて、今度はこちらの端にしようかな。バランスをね、見たいので、バランスをとって両端からやっていきましょうかね。こんな感じで1回、2回と回して、それから切ります。ちょきりと、はい。で、あと2本ありますね、ワイヤー。と、2本のワイヤーはどうしようかなと思ったんですが、ちょっと別ワイヤーをですね、根元にくるくると巻きつけて、こんな感じでていきますかね。おいっと、これが3つ目、はちょっと別ワイヤーを添えました。で、あ、ちょっと取れやすいので気をつけましょう。で、あと1本ぐらいでいいかなと思うんですが、またね、これも残ってたワイヤーをまた根元に巻きつけて上に上げていきます。はい、こんな感じでね、4本目のブリッジですね。この辺になるとちょっと狭いのでね、通すのがちょっと難しいですが、よいしょと2周回して切ります。はい、こんな感じで、はい。そうしましたら、まあ、少し間隔、もう1本入れたいな、4本よりはね、5本入れたいなと思ったんで、ちょっと隙間を真ん中開けました。開けて、よし、もう1本なんとか通せるかな。あと1本残ってたね、足の方のワイヤーを1本上げてきて、まあね、軸はまあ1本あれば十分なので、あとは全てブリッジに使ってしまうという感じですね。まあ、この辺のね、ワイヤーの数はお好みなので、別にこんなにたくさん入れなくてもディップする分には十分足りるんですが、まあ見栄えのためですね、これは。貝っぽく見せるために今回5本のブリッジを入れました。はい、と、で、形を少しグッとね、整えて、もう少し反らせてもいいかな。そうですね、貝の種類にもよるんでしょうけれども、はい、こんな感じ、指の腹でクッと上げて、こんな感じのね、形に作りました。はい、今回はデラックスパールでね、ディップします。少しね、下の方のパールが沈んでいるので、ちょっと混ぜ混ぜしてから、これはね、木のスティックです。使い捨てできるのでね、便利ですね。はい、で、一応2つ作ってますが、こんな感じですね。できるだけ根元に垂らすようにして、メラミンスポンジに立てて乾燥させます。そして乾いたらストレンスナーをつけて、さらに乾燥させますと。はい、で、今回はね、グラデーションパール調ビーズというのをね、ダイソーさんで見つけたので買ってきまして、あとは T ピンですね。私これあまり得意じゃないんですよ。少しね、 T ピン曲げるんですけれども、今からまあ
ちょっと参考程度にって感じですかね。取れてしまわないように一応根元には、ボンドをつけて、でせーのグッと、まず90度に曲げないといけないんですが、ここがすでに硬いという、まあね、ピンの太さにもよるんだと思うんですが、こんな感じでね、曲げてから丸いやっとこで上をもちょっと上を持って、曲げていくんですが、曲がらず手で曲げるという荒技に出ましたね。輪っかをね作りたいんですが、で少しある程度のところで輪っかができそうなぐらいギリギリのところでですね、余分な部分は切ってしまいます。でですね、あとは丸く形を整えていくということですね。この上の部分できるだけねまっすぐになるように工夫しつつ止めていきます。はい、こんな感じでなんとか、まあいいかな、あんまり得意ではないですこれ。はい、でこちらも本当はねビーズ何か通したかったんですが、ちょっと根元ももさもさしてて通せなかったので、このまま今回は行ってしまいましょう。グッとやって、ここもくるくると根元をね、輪っかを作ってから根元をね、よ、ワイヤーを回して、止めます。こんな感じですね、くるくると、私はたくさん回しますが、こんなに回さなくても多分止まるとは思います。一旦こんな感じですね、ちょっと丸のところの形を整えてあげて、はい、こんな感じですかね。余分なワイヤーは切ります。はい、これとこれを丸カンでつなげば一応ね、まあ、完成となります。まあ、ペンダントトップとかねにしたら可愛いんじゃないかなと思います。ピアスにするにはもう一回り小さくてもいいかなと思いますので、そうですね、2センチゲージとか 2.5 センチゲージぐらいの方がね可愛らしいかもしれません。若干ね大きい目です。ペンダントトップにはいいかな。先にパールを通して、次に、貝殻の方ですね通してあげて、で丸カンを閉じます。グッと、まあ、こんだけ太いのでねそう外れてしまうことはないと思うんですが、閉じて完成となります。ここまでご視聴ありがとうございます。またよろしければチャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。